私、会長にどうしても言いたいことがあるんです。会長、花火の日言わなくちゃ。ありがとうって。言いたかったですよね。会長、花火の日痛かったですよね。ですよね。白金撃墜。会長、言いたいことが。もう分かったから。待ってください。会長、シューティン学園で歴史上3人目の婚姻の生徒会長であり、本作の主人公の一人、富裕層ばかりが通う学園でも、少数派の一般家庭であり、かなりの苦学生でもある。慢性的な寝不足のため、目つきが非常に悪く、本人も気にしている。周囲からは、何でもこなせる人間として認知されているが、これは病的な努力の末につけている仮面であり、基本的に、努力型である。ちなみに、過去に存在した、とある婚姻の生徒会長は、エグイビップに失礼を働き、国内に住めなくなったとか、作者曰く、運命に挑む脇役。さらに、周囲からは天才として認識されているため、煩悩などない、恋愛も百戦錬磨などと、勝手なイメージがついている。また初恋が、かぐや様であったため、恋愛経験も皆無である。ただ、風変わりなラブレターなどは、結構もらっていたりするため、自分はモテる、という自信ばかりが膨れ上がり、モンスター童貞と化してしまっている。モチーフは、竹取物語に登場する、5人の貴公子の一人である、大友のみゆき。竹取物語では、かぐや姫に、竜の首の玉、を取ってくるように言われた人物。彼は家臣を集め、竜の首の玉の確保を命じるが、一向に見つかる気配がない。しびれを切らした、大友のみゆきは、家臣に頼らずに、自分で船に乗り海へと繰り出す。しかし、海は大荒れで、散々な目に遭う。その後、なんとか生き延びることができた。大友のみゆきであったが、外見はみすぼらしい姿になり果て、女や財産も失ってしまう。最終的に、自分がこんな目に遭ったのは、かぐや姫のせいだと、彼女を憎むようになってしまったとか。実際に、篠宮かぐやを抑えて学年1位を取り、全国模試トップレベルの学力を持っているが、掛け持ちしているバイトや、毎日10時間の勉強をこなした上での結果であるため、普段から、精神的な余裕は、あまりない模様。さらに、篠宮と対等でいるために、学年1位であることに、強いこだわりを持っている。そのため、試験直前には、便が持てなくなるほどの震えや、吐き気に耐えており、自室には、異常なまでに張り紙を貼り付け、精神を無理やり安定させているような描写がある。実は、彼の母親は、頭の良い子供が欲しかったらしく、過去に幼稚園受験と、小学校受験をさせられている。ただ、白金みゆきは、両方とも失敗し、母親の関心が自分から薄れ、彼の母親は受験に成功した妹だけを、連れて行こうとした経緯がある。そのため、幼少期から、頑張らない俺に勝ちなんてない、と思い詰め、いつか母さんが迎えに来てくれる、と信じて、勉学に励み続けていた過去が明らかになっている。その後、父親が、無断で願書を提出し、補欠合格という形で、シューティン学園に通うことになった。ただ、中高一貫ということもあり、学園内ではすでにグループが出来上がっている上に、順延、婚姻と、生徒間で区別されていたため、一人も友人ができなかった。ちなみに、順延とは、小学校の頃から学園に通っている人間であり、婚姻とは、途中入学の外部生のことを指す。しかし、婚姻である白金に目をつけた、前生徒会長に声をかけられたり、氷かぐや様の、ある行動を見てから、彼女の隣に立てる人間となるべく、生徒会長になるために、まずは生徒会の庶務として、活動を開始する。しかし、入学当初から卑屈な態度であった白金は、ろくに、氷かぐや様に、相手にしてもらえなかった。そんな時、当時の生徒会の会計であった、リュウジモモの助言から、学内で仮面をつけ始め、氷かぐや様に、喧嘩を売る形で勝負を挑み、学年1位を取ったことで、自身の存在を彼女に刻みつけることに、成功する。その後、7月末の生徒総会を経て、9月に行われた選挙で、生徒会長に就任。さらに、篠宮かぐやを、副会長に任命した。そして、数ヶ月の、氷かぐや様の期間を経て、半年後の、1話冒頭に繋がり、翌年の4月に、石上優を、生徒会の会計に任命した。要するに、第1話後半の、半年が過ぎたわ、2年の、4月から5月頃、という時系列になっている。そして、勉強に費やす時間も多いが、アルバイトを複数掛け持ちし、資格試験の勉強も、行っている。
また、アルバイトは、社会経験の一つと考えているため、一つの職場に長く勤めることはない模様。このような生活を送っているため、カフェイン中毒のようになっており、3時間おきに、カフェインを摂取しなければ、唐突に寝てしまうことが多々ある。初恋の相手であり、恋人、1年生の頃に彼女に惚れて、いろいろな経緯を経て、生徒会副会長に任命した。物語序盤では、いろいろな頭脳戦を仕掛けることも多かったが、学園を離れることになったため、文化祭編で、自身の気持ちに向き合い、彼なりに精一杯の気持ちを、彼女に伝えた。その後クリスマス編で、お互いの本音をぶつけ合ったことで、長年思い続けた願いを成就させた。ちなみに、白金が生徒会で、会長にまで上り詰めたのも、篠宮の隣に立ちたい、という一途な思いによるものであった。女友達であり、育て親、篠宮かぐやと同じくらい、整った容姿をしていることを、認めてはいるが、基本的に、おかしな行動が多いため、恋愛対象に入っていない。ただ、何かと世話になっており、彼が情けない一面を見せることができる、数少ない人物の一人。大事な後輩であり、友人、学内外問わず、一緒にいることが多く、恋愛相談などもできる、友人の一人、石上優が、暴行事件を起こした時に、その事件の真相を明らかにし、彼を外の世界に引っ張り出した。このような事情もあるため、彼からは非常に好かれている。ちょっぴり苦手な後輩であり、ポエム仲間、第68期生徒会会長選挙では、会長の座をめぐり争いはしたが、その後、生徒会にスカウトした女性。しかし、彼女がタイミングの悪い場面にばかり、出くわしてしまったため、一時期は、欲のゴンゲ、けだものなど、ボロクソに言われていた。また、二人で会話をするような場面が、あまりなかったため、生真面目な会長は、このままではいけないと思い、積極的に話しかけた。すると、彼女から同志であると勘違いされ、悲惨なことになった。早坂愛。早坂愛としての関わりはほとんどないが、篠宮家の使用人、スミシー、早坂としては面識がある。かぐや様に煽られ、カチンと来た早坂から、一度誘惑されるが、告白を断り、その後、合コンで一緒になった時に、素性の一部を知らされ、女友達になった。そして、女友達として、白金と関わることが増え、彼にラップを聞かされた流れで、彼女はかぐや様に、自身が日頃から抱いていた思いを伝えた。その後、修学旅行編にて、友人であり、クラスメイト、かつて恋愛相談を受け、壁が案を授けた男。その結果、彼は、柏木渚と付き合うことができき、四条巻は、長年の淡い思いが、無に帰した。ちなみに、各エピソードの描写から、白金が、ある病にかかった時に搬送された、病院の医師の息子であることが、ほのめかされている。また、裏エピソードではあるが、翼が会長に恋愛相談をしに行った、きっかけを作ったのは、マスメディアコンビの一人、キノカレンであることが、明らかになっている。というのも、ある日のランチタイムに、キノカレンの発した、何気ない一言を聞いた、柏木渚が、善意で、当時の翼に、彼女がいるのか否かを聞きに行った。このような経緯で翼は、柏木渚を意識しだし、キノカレンの、何気ない言葉を小耳に挟み、会長に弁当箱を渡す藤原貴か、キノカレンの発言、校内の噂、会長の話をするクラスメイトなどの、あらゆる要素を整理し、キノカレンに、最終確認をしに行った。そして、勘違いをしたキノカレンは、翼の背中を押し、作中の時間軸につながり、柏木カップルが誕生し、四条巻は、敗北者になった。反抗期の妹、母親がいないため、自分が母代わりにならねば、と意識した結果、過干渉が過ぎて、肝がられ始めた。そのため、ここ数年は、兄弟として、朗らかな会話をしたことが、ほとんどない模様。しかし、ケイにとっては、自慢の兄であるため、白金が、自身の出店に来るときには、入念に私服チェックを行う。そして、友人たちから兄を褒められたときには、誇らしげな顔をしていた。間接的にとどめを刺してしまった女友達、何かと相談に乗ってくれる、面倒見のいいクラスメイト。ただ、会長が翼くんに、壁が案を伝授したせいで、彼女はボランティア部で、生き地獄を味わう羽目になっている。要するに、彼女の失恋の片棒を、無意識のうちに担いでしまっているのだが、会話の流れで、彼女に協力することになっている間柄でもある。四条巻曰く、奥手な彼にあれを吹き込んだ奴の皮を剥いで、舐めしてやるとのこと。龍樹も、天文部の部長、白金みゆきに、仮面をかぶるようにアドバイスを出し、彼の学園生活を変える、きっかけを作った人物の一人、お家柄なのか、非常に態度がでかく、上級生にも一切敬語を使うことはない。さらに、白金の対面に座っていても、スカートであるにもかかわらず、両膝を立てたまま会話をするという、男らしさまで備えている。また、おさらぎや、小安と同様に、周知院が誇る、南大女子の一角としてカウントされている。ちなみに、文化祭編での、影の盾役者でもある。
白金に何かしらの恩があるらしく、半ば強制的な形ではあったが、そのため白金とは気さくな関係で、入学当初の彼を知る希少な人物の一人でもある前期生徒会長婚姻の白金美雪に目をつけ、彼を生徒会入りさせた人物、謎が多い人物であるが、夏編に続くらしい。ちなみに華道部にも所属している風祭り号、白金美雪と同じ外部入学のクラスメイトであり友人。彼は失踪した兄の手がかりをつかむために学園に入った。そして財界探偵越前はじめの助手として、いくつもの難事件を解決していく中で兄と再会を果たしたという裏エピソードがある模様。ちなみに謎のクラブイレブンに所属し、成績は11位13位となっており、非常に頭も良い。豊崎三郎、白金美雪のクラスメイトであり友人。以前は白金美雪と成績争いをしており、陰湿な妨害工作なども行っていた人物。しかし最終的に正々堂々勝負を挑み敗北した過去を持つ。本気を出した時にのみ目が開くらしい。ちなみに白金美雪と成績争いをしていただけはあり、6位5位とかなり頭が良く、野球部にも所属している。ざっくりではありますが、以上が白金美雪に関する解説になります。それでは、今回は、このあたりで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。